シリルゲニックシリルゲニックは、ウクライナ系カナダ人の移民代行人である。シリルゲニックは1857年に、ガリツヤ地方、西にい,いベレズイーブ村で村長のイワンゲニックとアンペルソビッチの間に生まれた。ゲニックは、コロメアで勉学を始め、現在はあのフランキー・ウシクとなっているところへ移り、教育課程を終了した。リビューで、学士号を取得し、 1879年にナドビールに軍で教師として採用された。1882年、ゲニックは彼の故郷に戻り、学校を創立した。1880年代には製粉ビジネスを創立し、カルパチアストアと呼ぶ生産者の共同組合を打ち立てた。1890年には彼が弁学を始めたコロメヤの懲戒議員に選ばれた。 ある時期ゲニックはカナダへのウクライナ人移民を奨励していたジョセフ・オレスキューに出会った。オレスキューはゲニックにカナダへ移民するウクライナ人の第二集団を送るにあたり、付き添い指導者になってくれないかと頼んだ。ゲニックと妻、4人の子供は64人のウクライナ人集団と共に1896年6月22日、ケベックシティに到着した。ゲニックはまずは、 移民集団をウィニッペグに案内し、その後マニトバ州、スチュアートバーンに導いた。ここは西部カナダにおける最初のウクライナ系カナダ人コミュニティである。8月にはゲニックはスチュアートバーンに家を申請したが、すぐにウィニッペグに移転した。同じ月にヨレス Q はカナダ政府にゲニックを移民代行人として推薦した。ゲニックは9月から 必要時の政府の職員として通訳、翻訳などを手掛けた。移民代行人としてゲニックはウクライナ系カナダ移民にケベック市で会い、英語を使用し伝統的監修を捨ているよう奨励し、カウンセラーとしてどこでも必要な状況に対応した。ウクライナ人のカナダへの移民が多くなるとともにゲニックの仕事は多くなり、1898年にはフルタイムで カナダ政府職員として働き、サラリーを得るようになった。これにより、ゲニックはフルタイムのカナダ政府公務員となった最初のウクライナ人である。1899年、ゲニックはタラスシェフチェンコ読書館を家屋内に建て、1903年にカナダにおける最初のウクライナ新聞コンネディスケイファーマーを創立した。彼自身、 宗教的ではなかったにもかかわらず、キリスト教の宗派は、ギリシャ正教会やロシア正教会から独立して存在すべきだと考え、ウィニペグの長老派教会と協力し、1903年から1904年にかけて独立ギリシャ教会を創立した。1911年には、総選挙があり、彼は自由党を支持したが敗れた。ゲニックは仕事を失い、公的な場から消えた。 しばらく、米国に移り住んだが、後日、ウィニペグに戻り1925年2月12日に、逝去した。ゲニックの死の前後、ウクライナ系カナダ人の中で、彼の知名度が高まり、カナダのツアーとして知られるようになった。ありがとうございます。